今日まで2日間行われた県立高校の一般選抜試験をめぐり、県教育委員会は理科の問題に誤りがあり、すべての受験者を正解にすると発表しました。誤りがあったのは県立高校の一般選抜試験で昨日実施された理科の問題です。県教育委員会によりますと。 地層の図とそれについての会話文から岩石の名称や特徴などを問う問題で、石灰岩にあたる会話がある一方、図には示されていなかったということです。昨日午後、採点の準備をしていた県立高校から連絡があり発覚したもので、県教育委員会は石灰岩に関係する3つの問題について、 4899人すすてての受験者を正解にするとしています県立高校の一般選抜試験をめぐっては、2021年度にも英語の問題でスペルの誤りがあったほか、2020年度には理科で曖昧な表現があり、県教育委員会が訂正していました。